들어가! 友よ、 三成よ、 雪村よ、 私は勝っている。 お前たちも勝ってくれ。 獅子による義の時代を築くのだ。 伝令、石田三成様、 関ヶ原にて敗北。 して三成は 行方も知れませぬ。 兼常、 そうだな、私にはまだやることがある。 死の匂いを嗅ぎつけて、山犬の王が迫っている。私は愛する兵たちを守らねばならぬ。当てにされてるってことかね。<笑>無論。前田刑事は海賊を討伐した。 この一件により、直江兼続は刑事を友と呼び、無二の信頼を置くようになる。数年後、兼続は天下を伺う徳川家康の不義を憎み、親友石田三成と挙兵する。東西で家康を挟撃戦としたのである。だが策は成功しなかった。家康は西へ向かい、関ヶ原で三成を破る。破れた三成の所在は依然不明であった。 絶望に打ちのめされる兼続、その背後に家康の僧が である伊達政宗の魔首が迫る。刑事は友を守るべく七に立った。友のため七に立つ。戦に命が躍るぜ。第4話長谷堂の戦い、歌舞伎ぜ。 敵将、討ち取ったぜ。<笑>この暴れん坊め、味方の増援は続々とこちらに向かっておる。上杉を追撃し、叩きのめしてくれよぞ。<笑>簡単に逃がそうでも思うとか。<笑>まだか。だが疑惑屈するわけにはゆかぬのだ。 Ha ha!
Bang, bang, bang.
お見事にてそろ。心配だろうが、今は目の前の敵に集中すべき時だ。
くぶきピとうるさい金継ぎのバカめはな。盛り上がってきたね。さあ来いや、押し切参る。いざ尋常に勝負。押し切参る。いざ尋常に勝負。まだ勝機はあるぞ。わしと戦おうというのか、バカめ！押して参る。見事な男、わしに使える。
ち取ったぜ。この暴れん坊め、敵将を打ち取ったぜ。見事に出そろ。
年寄りをいじめるものではないわ。 何卒援軍を。 年寄りをいじめるものではないわ。 逃げ切れたみたいだね。三成も無事ならいいんだがね。天下無双の岡崎見知ったか。